1950年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第2回大会である。6月にマンシマ TT レースで開幕し、イタリアモンザで開催される最終戦まで全6戦で争われた。前年と同じく全6戦で選手権シリーズが開催されたが、ポイントシステムは若干変更され、6位までポイントが与えられるようになったが、 ファステストラップに対するポイントはなくなった。前年は戦前からの球体依然としたマシンで臨み、全くいいところがなかったノートンだったが、この年はフェザーベッドと呼ばれる革新的な新型フレームのマシンをデビューさせ、開幕戦の満島では 500cc と 350cc の両クラスで表彰台を独占する快挙を成し遂げた。ノートンの新型マシン。 ノートン・マンクスと新たなファクトリーライダーであるジェフ・デュークの組み合わせは高いパフォーマンスを発揮した。マンシマではレースレコードとラップレコードの両方でニューレコードを叩き出して優勝し、その後もアルスターとイタリアで勝利を飾って最多のシーズン参照を挙げた。対するイタリアのジレラは主に費用の問題で、マンシマにはファクトリーチームを送らなかったが、 前年に 125cc クラスランキング3位のウンベルト・マセッティを 500cc のライダーに抜擢して第2戦ベルギー GP から巻き返しを図った。マセッティは優勝回数こそ2勝とデュークに遅れを取ったものの2位が2回とコンスタントに速さを発揮し最終戦イタリアでデュークに次ぐ2位でゴールして1ポイント差でタイトルを決めた。前年のチャンピオンであるレスリー・グラハムは スイス GP で勝利を挙げたが、この時は、レース序盤に転倒しながらの優勝だった。グラハムは、この GP では 350cc クラスでも優勝しており、グランプリ初の350、500cc クラスダブル優勝だった。前年に全勝でタイトルを獲得した、フレディ・フリースが引退したためチャンピオン不在となった 350cc クラスは、ノートンのアーティベルが、 開幕戦の満島で優勝し、続くベルギーでも2位に入る順調な滑り出しを見せた。しかし、ベルギーで 350cc に続いて出場した 500cc クラスのレースでクラッシュし、この時の怪我によって選手生命を絶たれてしまった。フリースに代わってベロセットのエースとなった、ボブ・ホースターはベルギーで優勝すると続くオランダでも、連勝。 アルスター GP で3勝目を挙げてベロセットのタイトルを防衛すると同時に自身初のタイトルを決めた。250cc クラスは先進の DOHC エンジンを投入したベネリと信頼性に優れるサイチェシーエンジンの元グッズというイタリアメーカー同士の争いとなった。タイトルは3勝を挙げたベネリのダリオアンブロジーニのものとなり、 元グッズは新型エンジンの開発のためにシーズン終盤にはワークス活動を休止した。125cc クラスの開幕戦となったダッチ TT は10分の1秒差という接戦をモンディアルのブルーのルフォが制した。第2戦のアルスター GP は決勝に出場したのが3台。完走は優勝したカルロウビアリトルフォの2台だけというレースだった。 第3戦のイタリアは、ジャンニ・レオーニが優勝し、ルフォ、ウビアリ、レオーニの3人が優勝と2位が、それぞれ1度ずつというポイント争いを、イタリアで4位に入ったルフォが制して、タイトルを獲得した。前年の 250cc クラスチャンピオンであるルフォは、グランプリで初めて2クラスのタイトルを獲得した、ライダーとなった。ありがとうございます。